皆さんおはようございます。直子です。皆さん今日は何時に起きましたか？私は朝8時くらいに起きました。そしてもう一回寝てさっき起きました。さっき起きたばかりです。今日は二度寝しました。起きてまた寝ました。そう、今日は二度寝しました。起きたばかりなんですけど、これは YouTube のビデオなので、もうメイクをしました、化粧をしました。そう、そしてもう髪を溶かして結びました。そして普段いつもメガネをかけているんですけど、今日はメガネを外してコンタクトレンズをつけています。そう、カーテンを開けます。曇りです。今日の天気は曇りです。皆さんの国では今日の天気はどうですか？晴れですか？曇りですか？雨ですか？晴れていますか？曇っていますか？雨が降っていますか？雪が降っていますか？そう、そして今日の気温、私が住んでいるところの今日の気温は19度です。あんまり寒くないです。だから今半袖を着ています。長袖じゃなくて半袖を着ています。じゃあ今からじゃじゃん、緑茶を飲みます。お茶をこぼしてしまいました。机にこぼしてしまいました。火をつけます。お湯を沸かします。お湯が沸きました。火を消します。お湯を注ぎます。うん。美味しい。最近、毎朝何か温かいものを飲むようにしています。お茶とか、あとコーヒーとか。あと、最近毎朝何か本を読むようにしています。そう、じゃあ今日は新しい本を読みます。あ、ちなみにこれページをめくると言います。ページをめくる、本を閉じます。そう、今日は10ページ読みました。イエイ、10ページ。皆さんは今読んでいる本はありますか？何かおすすめの本はありますか？最近頑張って毎朝何か温かいものを飲むこと、そして本を読むこと、これを習慣にしようと頑張っています。習慣、ルーティーンにしたいです。そう、皆さん朝ごはんは食べますか？私は朝お腹が全然空かないのでいつも食べないです。だから朝ごはんはスキップします。よし、じゃあ今から洗濯をします。そう、今洗濯物がカゴに入っています。今からこれを外に持っていきます。スリッパを脱いで靴を履きます。靴を履いたらドアの鍵を開けてドアを開けます。洗濯機の蓋を開けて洗濯物を入れます。そして洗濯用洗剤を入れて蓋を閉めます。スイッチを入れてボタンを押します。スタート。今洗濯をしている間に着替えたいと思います。今日は帽子はかぶりません。マフラーもしません。香水もつけません。ネックレスをしています。指輪もしています。イヤリングもしています。皆さん、今日は何をする予定ですか？私は特に今日は予定はありません。あ、嘘です。予定はあります。この YouTube の撮影をする予定はあります。そう。でもそれ以外は特に予定がありません。カフェに行って
YouTube の編集をしようかなと思っています。皆さんは何をする予定ですか？多分洗濯が終わったので今から洗濯物を干します。干し終わってからカフェに行こうかなと思います。車のドアを開けて車に乗ります。座ります。今車に乗りました。今からカフェに行ってきます。私も車の免許を持っているんですけど、今日は旦那に運転してもらいます。そう、免許を持っています。ちなみに日本の車はハンドルが右側にあります。そう、そしてアクセル、ブレーキ、ハンドル。皆さんの国ではハンドルは右側にありますか、それとも左側にありますか？よし、じゃあカフェに行こう。カフェに行きましょう。じゃあエンジンをかけて、あ、シートベルトをします。シートベルトをしてエンジンをかけます。じゃあ行きます。出発。よし、今着きました。到着。今駐車場に車を止めました。今からカフェに行ってきます。何注文する？アメリカン。はい、今カフェでちょっと仕事とあと YouTube の編集をしていました。結構集中できました。そう、もう外は暗いです。そう、今日は夜ご飯は食べに行こうと思います。久しぶりに外食をします。そう、外食、イエイ。じゃあ出発。ショッピングモールにあるたこ焼き屋さんに行ってたこ焼きを買って食べました。美味しかったです。今日は家事をしたり YouTube の編集をしたりカフェに行ったり、ご飯を食べたりしました。よし、シャワーを浴びてきます。今シャワーを浴びたところです。髪の毛が濡れています。髪が濡れています。だからドライヤーで乾かします。髪を乾かします。今シャワーを浴びたんですけど、これは YouTube のビデオだからまだメイクをしています。後でメイクを落とします。今やっと髪を乾かし終わりました。私の髪はとても長いので髪を乾かすのに結構時間がかかります。10分くらいかかりました。結構大変です。そう、今は夜の12時を過ぎたのでもうそろそろ寝ようと思います。じゃあ寝る前にアラームをかけます。アラーム、明日は8時に起きたいので、7時半と7時45分と7時50分そして8時にアラームをかけます。そう、アラーム。私はなかなか朝早く起きられないのでアラームをたくさんかけます。そう、目覚まし時計ですね。じゃあ明日朝8時に起きられますように。はい、じゃあ今日はこの後顔を洗って歯を磨いてから寝ようと思います。皆さん今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。バイバイ。皆さんは今日何をしましたか？